株式会社、角川ゲームスは、角川参加のゲームソフトウェア開発、販売会社。元来角川グループ内では、角川書店、アスキーメディアワークス、エンターブレインといった参加企業が、それぞれ独自にゲームソフトの開発、販売を手掛けていたが、各企業間の連携を進め、グループ一体となったゲーム事業の強化を図るために、 戦略的子会社として2009年4月に設立された。これにより、角川ゲームスが司令塔となって、角川グループ内での連携とそれに伴う営業力、プロデュース力の強化、角川グループ各社が持つ各種コンテンツのゲーム化の推進、グループ外の販売会社、開発会社との連携、ゲームコンテンツによる収益力強化や新しいゲーム市場の創造を目指す。 2016年4月、海外展開を狙い、中国と台湾のパブリッシャーと、資本業務提携、角川ゲームス社長である安田義美が引き続き最高開発責任者として、ゲーム開発に取り組むことを発表した。発足当時は、角川書店を除く、グループ各社のゲームソフトの販売元になっており、角川ゲームス自身が発売元になるのは、 メタルマックスさんが第一作となる。また、2010年10月には、グループ外の企業であるプロペア、グラスホッパーマニファクチュアと共同プロジェクトを進めていることを発表している。2011年1月20日、同年4月1日付で、角川書店、アスキーメディアワークス、エンターブレイン3社のゲームパブリッシング事業を、角川ゲームスに統合すると発表した。また、 2011年8月にはワーナーブラザースと業務提携しロリポップチェーンソーの全世界60カ国以上での販売展開を行った。ロリポップチェーンソーは角川ゲームスタイトルとしては初のミリオンセラーを記録している。2012年2月にはキャラーニがゲーム事業に参入するのに伴い同社制作のゲーム発売元となることが発表されている。 角川ゲーム事業、角川書店ゲームソフト、アスキーメディアワークスゲームソフト、エンターブレイン主なコンピュータゲーム、メディアファクトリーコンピュータゲーム、富士見書房、主なゲームもそれぞれ参照。RPGs、クール DS を除く全製品でエンターブレインが企画、制作、著作を手掛け、角川ゲームスが発売元となっている。デュラララ、サンウェイスタンドフ。 あれマイナスまでは、アスキーメディアワークスが発売元、角川ゲームスが販売元という体制でリリースされていた。ローキューブより、基本的にアスキーメディアワークスが企画、制作を手掛け、角川ゲームスが発売元となる。以下の作品より、基本的に角川書店が企画、制作を手掛け、角川ゲームスが発売元となる。角川が企画、 制作を手掛け、角川ゲームスが発売元となる。キャラアニが制作、著作を手掛け、角川ゲームスが発売元となっている。2007年発売のポケモンカードゲーム DP エントリーパック0 8以降一時的にゲーム事業を撤退していたが、2013年に再始動。基本的にメディアファクトリーが企画、制作を手掛け、角川ゲームスが発売元となる。 ありがとうございます。